あ、いたいたいた。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。ご苦労さん。あれ、あ、スイーツですね。いや、違う、あの、え、仕事だよ。仕事、張り込みの季節があるんですか。はい、張り込みの季節。あ、なるほど、冬は犯罪者が増えるから。そうそうそう、菓子パンといつもの張り込みセットだよ。あ、何年やってんの。あ、すいません。食べてきたの。いやいやいや、食べてないです。なんか張り込みセットちょっと買いつまんで話します。え、端から端まで行っちゃっていい。珍しいですね、そんな。え、いやいや、菓子パンぐらい。お前いつも100円出すのも渋る売り田さんが。何言ってんの。え、菓子パンぐらい。じゃあお言葉に甘えて、このままいっちゃうかしら。このままいっちゃうかしら。いっちゃう、いっちゃうよ。え、ねえ、ちょっと変わり種で、センスあるよ。端から端、端から端まで。あ、これバウムクーヘンなんかどうですか。それは端から端の2番目じゃん。あ、端から端の2番目みたいな小難しいのはなしなし。え、端から端って言った時にもう、じゃあお願いしますって言ってたら買ったけど。あ、なるほど。そうそう、ちょっとズレが生じる。株と一緒でこうやってどん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 変わってくるんですね。そうそうそう、コクコクと。大統領選も終わったし。え？え、ドリンクもいいんですか？当たり前じゃないか。こんなもんでよかった。じゃあちょっと普段頼まないやついっちゃおうかしら。なんだったらお前ちの蛇口契約してるコーヒーから。え？俺が払ってる。月々。これいっちゃおうかしら。この可愛らしいカフェオレ。何？いっちゃおうかしら。な、はい。そんなのいい。うん、あ、今いい。で、いいですか？お言葉に甘えて。また張り込みが近い。黒いあった。あ、袋大丈夫。なんかいいことあったんですか？いや、いいことはいつもあるよ。はい。この前大都会のこの星空の下、はい、な、俺の生まれ育ったこの新宿の地で、はい、大手を振るって歩けるだけで、はい、まあそれはいいことだ。あ、それでしたって。なんか今日は やたらこう、ああ、織田さんの周りで8分音符が踊ってますよ。ルンって。おお、踊った。見える。はい、見えます、見えます。ルンって。おお、あの蜂さんとか熊さんとかいろんなのがこう、はい、演奏してるのが浮かぶだ。あ、浮かびます。マーチ踊ってます。そうそうそう、マーチを。マーチをな。お、俺も踊っちゃうぞ。お前、はい、コサックダンスしちゃうよ。おお、俺が出入り禁止の歌舞伎町でコサックダンスしちゃうよ。あ、いいですね。おお、あの一番街突き抜けちゃったりなんかして、その小作ダンス踊りながら、うん、やってこいよ。一緒にやりましょうか。じゃあ、すごい。なんかでも、うん、いつも織田さんこういう感じだったら私も喜んで毎日会いたいのに。本当に。すごいなんか優しいし、包容力感じますし。あ、そう。はい、いつもと違う。はい、なんかもしかして、おう、私がキャッチした情報、私のね、ちょっとある情報筋から。本当に耳がいいからな。はい、お前、あの耳と目がいいんだ。はい、あのなんか使い物になんねえな、もうあそこだけでも。他はいいんだ。はい。え？あ、一箇所だけちょっと問題があると。うん。あ、ですね。ちょっとこれポケット入れてる。ポッケに。ポッケに入れてる。ありがとうございます。ピノ貴重なカロリーにありがとうございます。そうそうそう。血糖値パッと上げて。はい。あのなんか織田さんが年末から年始に向けてですね。なんか不穏な動きをしてるって情報キャッチしたんですよ。いや、別に不穏なことはねえよ、俺は。あ、なんかでも決して不穏なことはねえんだけど、なんか秘密裏に動いてませんか。動いてない、動いてない。いや、動いてますよ。え、あの動いてるって情報が入ってきたんですよ。お前の大好きなの、ちょっとこの神社行こう。あ、お前の大好き。あ、いいですね、いいですね。好きだろ。はい、大好きです、大好きです。あの、ここから全ては始まったと言っても過言じゃない。あ、え、我々のプロファイリングのヘビーユーザーであれば、はい、我々の歴史がここから始まったことはもう知ってるから。あ、確かに。でも今この時期に初心に帰りたからってことは、やっぱりなんか、うん、それこそあの年始にパン使えるみたいな、おうおう、なんかあるんじゃないですか、新しい動きが。はい、こと始める。あ、関係ねえけど、はい、俺の敬愛するカリスマロッカーの氷室京介、はい、氷室さんの還暦かなんかの個展が大阪で開かれて、はい、そこでロザリオが盗まれたっていう、あのニュースがあったんで。ありましたね。どうすんだよ。だからそんな山が起きてんのに、はい、もどかしいよ俺はこっちにいるのが。あ、なるほど。本当だったらお前とも真っ先に行って、はい、その氷室京介のライブで使用したロザリオをかっぱらって不届き者を、はい、もう貼り付けにして、ね、貼り付けにしてちょっとあの
とんでもないギターを奏でてやるつもりだったんです、そいつに。わかる？な、本物のバッドフィーリングっていうのを教えてやると思ったんだけど、な、そいつの本物のバッドフィーリングを教えてやると思ったんだけど、はい、ちょっと西まで今行けねえからよ。確かに、うん、そのうちよな、そのうちお前、俺じゃねえな、売りた夫婦か、はい、そのうち俺ら夫婦がお前なあ、いつかそんなとこで使ったお前あれがよ、盗まれちゃったりして、え、大変だぞお前。そのうち売りた夫婦が着用してたパーカーとかよ、そんなもんがよ。いや、今現在でも価値あるのに、さらに何だ。いや、今現在この売田さんが着てらっしゃる服であるとか、今現在でさえあれなのに、さらにこれバリューアップするってことですか。当たり前じゃないか、上がりまくっちゃうんだよ。なるほど、ハイパーバリューアップする、ハイパーバリューアップ。あ、そう、とんでもない上がり方ですね、それね。ハイパーだけじゃないですね。そうそう、ハイパーがバリューアップするところが、はい、まあまあいいや、小出しにしていくわ。お前口が軽いから、ね、いや、なんかあるんじゃないかなって。お前と女の下半身はよ、軽いんだよ、はい、そうだろ、女の上の口は硬くても、はい、下の口は体が緩いから。あ、たった一人の例外を除けばね。そうそう、たった一人の例外を除いて、はい、いやー、でもさっきまで玲子さんにちょっと、まあ、ウリタさん口硬いですから、玲子さんはこう、ちょ、いいこと言うね、はい、俺の口は言っとくけど、クレディスイス銀行のジュネーブ支店ぐらい硬いから、はい、確かにガッチガチなんですね。ところが玲子さんは、髪型似合ってますねとか、ちょっと兄さん褒めた後にふっとこうクエスチョン投げるとスッと答えてくれることあるんですよ。殺すぞ。いや、なんだろうな、ちょっと夫婦でよ、はい、舞い上がってる。さては、さては紅白歌合戦を見に行くとか。 どうやって見に行くんだよ。いや、当選して、今年はでも無観客ですかね。当選して、はい、顔に入れ墨と指の欠損がある元暴力団が、はい、どうやって NHK に出入りするんだよ。あ、舐めてんの野鳥の会として。なん、あ、でも紅白ではない、そうじゃない、あ、そういうんじゃない、そういう。お前何やってんの、はい、大晦日は。あ、私はそのですから、来るべきその新年に向け、何か売田さんに動きがあるっていう情報をキャッチした以上、やっぱ何かあった時対応できなくちゃいけないので。お前もよ、はい、あれだな、他の山起きた時はお前寝てるだなんだって言い訳して連絡つかねえくせによ、山よりも俺のことになるとよ。そうなんですよ、真面目だね、はい、ルンってなっちゃうんです。まあ、そういうとこなんだよ、俺がお前を評価してるところは。わかる、はい、そういうとこすらなくなったら、ちょっとただのな、ただの痛いおっさんでしかない、お互いにな、うん、お互いに、はい、今日はお前のすべてが許せるわ。どうしたんだろうね。そう、飲めよ。ああ、いただきます、いただきます。でもあれだろ、ライジンもあるじゃないか。あ、ライジンはインターネット中継で見ようと思ってるんですよ。こたつ入ってた。こたつはこたつ入って朝倉兄弟と滝沢健太の活躍を、はい、見たんでもいいな。俺もあれは寝ながら見る。彼らの頑張ってる勇姿を寝っ転がりながら俺も見ようと思って。え、織田さんどっか行かれたりするんですか、年末年始、冗談抜きで。いやいやいや、特にね、特にね。まあ、ちょっとだけな、ちょっとだけあるけど、ちょっとだけ。なんだろうな、今日の織田さんはご機嫌であると同時に口が硬いな。お、そう、ちょっとだけだから言っちゃったけどよ。ちょっと移動するか。はい、いやいやいや、勘が大したことないよな。いや、一応これでも張り目、結構いろいろ考えてはいるんですけど、ちょっと見当違いなこと言ってましたか、今日一日中。そう、スケベなことだとかよ、はい、姉ちゃんがこうだとか、はい、パンツが何色だとか、そういうことは確かに鋭いんだよ。うんうんうん、何日目のパンツだとか。そうそうそう、これ何日洗ってねえだとか、はい、な、このおいにいは 何週決めだとか、はい、そろそろお前すごいんだ。はい、そうなんです、警察犬みたいなんですよ。行く年来る年っていうテレビ番組あるじゃないですか、NHK かなんかの。あるな、あれ見に行くんじゃないですか、ウリダさん夫婦で。そこまでのジジババにも突入したって言いたいな。はっきり言ってウリダチャンネルが一番大事だな、まず。はい、正月であれ暮れであれ、うんうん、一番大事なのはウリダチャンネル。はい、大晦日ライジンの後、はい、ライジン見終わった後は
まあ、ちょっと俺のために時間をあれしとけ。あ、あ、それは今皆の衆に行ったんですね。皆の衆に。あ、そう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 。皆の衆。かしこまりました。調子かまして年越しとかなんか食いに行ってねえで、はい、そんなもんはカップで買っといてスススッとも吸い込んで、はい、な、ウルタ夫婦を追っかけて。わかりました。あのもうライジ、順番で言うとまずライジン。はい。朝倉兄弟や竹澤健太を見た後に、うん、チチチッとカップのそばをチチッとすすったら、さっさと落とし玉かなんかも用意しといて、はい、あとはもうウルタ夫婦をもう待機してます。どこで待機してくれ、自宅でもそれはキャッチできるんですかね。できるできる。あ、まあ、スマホがあればなんとかなる。おお、ネット環境がね、Wi-Fi だ、Wi-Fi があるところいろいろ。がぜん今年の年末年始が楽しみになってきた。ああ、 Wi-Fi があるところが動くな、はい、俺のチャンネル見てるやつだから。ネットカフェであろうか何だろうか、そうそう、こたつにいてもうんこしてても何、はい、Wi-Fi があるところ。わかりました。ライジンの後、ウルタ夫婦をちょっとあるしてる。わかりました。ああ年末年始は荒らせていきます。そうだな、今日の夏。あ、良き年末をお迎えください。失礼します。